目ですね、フィンランドのロバニエミにいます。ロバニエミですね。でここはですね、何が有名かというとですね、オーロラ見れる地点としても有名なんですけど、サンタクロースの村としても有名なんです。で今からサンタクロース村に、ね、行こうと思います。ロバニエミの駅今いるんですけど、ここからだいたい20分ぐらいで行きます。バス停で、バスでだいたい20分ぐらいですね。タクシーもあるんでタクシーでもいいんですけどね。日本の国旗が掲げられている。メヌシンセベラルランゲージス。あのベリケットフレンチペア。行くとこなんですよね。で、今バス乗ってるんです。で、今、ロバニエミ。今日土曜日なんでね、土日結構人が、店が閉まってあんまいないみたいなんですけどね。まあ、田舎の街なんでそんなに多くはないですけどね。往復で7ユーロですね、で駅からだいたいサンタクロースの村まで、20分ぐらいです。でロバニエミっていうとですね、皆さんフィンランド来る前ってヘルシンキプラスロバニエミに来ることって多いと思うんですけどね。ロバニエミって言ったらヘルシンキからだいたい836キロ離れてるんですけど、目的は、まあ、オーロラ見る、もしくはですね、まあ、必ずここに来たオーロラを見るときでもね、サンタクロース村によると思うんですけどね。でサンタクロース村に今敷地はそんなにでかくはないです。でただなんかこの音楽がありますね、のんびりとします。冬は冬でまたこれ雪がすごく寒い、冬は本当にもう雪積もってるんで、もうかなり厚着してこないとダメですけど、冬は冬で本当にもうその雰囲気が出てるかもしれないですけど。でサンタクロースさんがですね、中にいるんで、サンタクロースさんに会ってですね、一緒に写真を撮ったりすることもできます。でもしくは、日本にですね、はがき、ね、クリスマスカードを送ったりすることができます。これに関してはですね、日本の、12月25日に到着するようにね、することもできるみたいです。あとは北極圏66度で、北緯66度の地点でもありますので、そこの地点が今、ここの場所にあります。で北極圏到達の証明書、がですね、手に入る。こう見るとですね、まあ、フィンランドのこの周辺の人たち、住んでる、住んでる人たちがね、結構遊びに来たりもするんですけどね。でこっちが、カフェ、あのレストラン、あとスーベニアスなんで、お土産物屋さんね。この音楽ね、やっぱりこのようにね、まあ針葉樹林ですけど細長いですね。これが冬になるとまた雪が積もってね、また違った風景になります。北極圏がスタート地点になりまして、66度ですね。で今ちょうどこの北極圏66度32、35でこれですね、アーティックサークル。これはノルウェーのトロボサイのところに行ったんですね。北緯70度だった。そこよりはね、まだね、南なんです。離れてるかっていうとね、東京、東京よってなってるんですけどね、7340キロ。でも不思議なのはね、このバンコクから7797キロになってます。なんかバンコクが近い感じするんですけど、東京の方が近いんですかね。他にもいろんなとこあるんで、リーカってとこだ。リーカ。シンガポールが9394キロ。あれそんな離れてんだこれ。モスクワ、モスクワ1366、ロンドンが2260、ニューヨークが6204キロ、ブリュッセル、台北が7804、ローマ2985、マドリッド3514。サンタクロース村ね、子供が来たら結構楽しめるかなって感じします。敷地はまた2つ分かります。で英語で言ったら、アーティックサークルですね。見てるとですね、このように説明書きが書いてます。一番左がフィンランドで、これどこだ、これイタリアだなと思うんだけどね。イタリアと似てるのはね、方形があるんですけど、まあ緑って基本的にイタリアなんですけど、イタリアで下がドイツ、日本がありますね。見てください、日本で、スペイン、
フランス、ロシア、イギリス、この8カ国の言語があります。北極圏とはその北側において夏に少なくとも1日以上太陽は沈まない地帯、同様に冬には少なくとも1日の太陽は昇らない地帯を言うところです。で今インフォメーションセンター、その中のインフォメーションセンターを今休んでいるところなんですね。これからバスで市内に戻ろうと思っています。で中見てるとこんな感じでね、すごいね、これサンタさんのお土産、プレゼントですね、クリスマスプレゼント、ここにあります。これを引っ張っていくとすごいですね。楽しいです。あんまり春ないわけじゃないんですけどね、サンタクロースさんがいて日本語が話したらちょっとびっくりしたんですけどね。でお土産とか買ったりして日本にも発送できたりとかね、クリスマスカードをね日本に送ったりもできるんで結構面白いです。特に絶叫マシンとかそういう乗り物があるわけではないんですけどね、ゆったりとねここで過ごすっていうのもいいかもしれないですね。レストランカフェなんかもあるんでね、ゆっくりとまあって感じです。本当ここ田舎なんでね、フィンランドの中でもなかなかいいとこですよ。でも冬はやっぱ寒いです。年中無休でやってるんで、まあ、冬であっても夏であってもねやってるんで、まあ、基本的にロマニアに来る人はここに来ると思うんですけど、今行くところがですね、レセプション前が冬はもう雪がね積もります。今5月じゃ6月か6月の2日なんでね、雪はそんなに積もってないんですけどね、いいですねこんな感じで。であとは レストランとかコーヒーとかもね、飲めたりもします。あとコテージがあって、コテージに泊まれるのかな、これなので、ね、宿泊もできる、サンタクロースの、ね、記念、撮影ができる場所です、今いるところです。でこの前に団体さんが、ね、入ってしまったので、ね、ちょっと待たないといけないです。一番安いやつ25ユーロ、まあそのサイズによってまた値段も変わってくるんですけどね、多分自分のカメラじゃ撮れないですね、ここのその専門のカメラで撮ってもらってお金払ってもらう感じです。でせっかくここまで来たらね、まあ、必ずサンタさんとね一緒に記念撮影撮っていただきたいです。なんかビデオ撮影なんかもね、なんかその有料としてもらえたんで、それもね、もらうことができます。お土産もいっぱいありますので、お土産も買っていくといいかなって感じはします。